リーとキングどこ行っちゃったのかな。ナギャー見て見て、女で拾っちゃった。ナディア、これノコギリの跡だよ。じゃあこの島に人がいるのね。マリー、これどこで拾ったの。滝つぼんところ。ということは滝の上流に人が住んでるんだ。一体どんな人たちなのかしら。とにかく人を探さなきゃ。とにかく人がいるのは確かなんだ。その人たちを探しに行こう。何かあった？うん、あれ、マリーの足元。え？なんだろう、これ石畳みたいだな。これ、2体じゃなくて石畳よ。近くに町があるのかな。石畳は森の奥に続いてる。どうするの、ジャン。小さな島みたいだけど、町なんてあるのかしら。これに沿って進んでみよう。遺跡かな。遺跡よね。なんだ。入ってみよう。よしましょうよ。なんだか気味が悪いわ。大丈夫、心配ないって。もうどうしてそういつもいつも能天気なの。何？ブルーウォーターが光ってる。じゃあ入り口が閉じ込められたんだ。ダメだ、開かない。扉は開きそうもないや。どうするの、ジャン。こうなったら先に進むしかないよ。そうね。長い通路ね。出口だよ。なーに、ここずいぶん大きな部屋ね。多分この遺跡の大広間だよ。この建物、なんだか気味が悪いわ。もう進むのやめましょうよ。でも、入り口は閉まっちゃってるよ。大丈夫、進んでけばそのうちどっかに出られるさ。
1階の大広間だ。地下1階の大広間だ。扉が開かないぞ。何もない部屋ね。うん。ここも大広間だ。扉が開かないぞ。あっさりした部屋ね。でも床に何か模様が描いてあるよ。ねえねえ、これ何の絵？なんだろう、変わった模様だな。何の模様だろう。何かの目印みたいね。目印？なんとなくそう思っただけよ。目印だとしたらどういう意味があるんだろう。行こうか。ない部屋ね。うん。この会話前にも聞いたような。ここも大広間だ。これ何かのコンテナかな。何が入っているのかしら。ちょっと開けられそうもないよ。そうね。他に何もなさそうだし、きっとここは倉庫だったんだよ。うん。やん、ここ何もないよ。早く行こうよ。扉が開かないぞ。扉が開かないぞ。扉が開かないぞ。部屋ね。うん。この壁どこかで見たような形だな。ねえナディア、この壁ノーチダス号のモニターに似てると思わない？モニター？ほら、エレクトラさんの席にあったじゃないか。
あの魔法みたいなやつ？そういえば似てるかしら。もしこの壁がノーチダス号みたいなモニターだったとしたら、したらこの遺跡はすごい科学文明を持ってたのかもしれないよ。じゃん、そんなことより早く出口を探してよ。うん、でもさ、行きましょう。床に水が溜まってるぞ。あれ、何か文字が書いてある。この文字、ナディア、どうかした？